しょ。よーし。よいしょ。シートベルト。あ、はい。お願いします。これ今からもうあれですか？出雲大社？いや、いいと思う。いいよ、普通にいいじゃん。いろんな神様がいるから。やべ、あくびしちゃった。私6時45分で15分ぐらいゴロゴロして、で7時ぐらいに確か洗顔して、ちょっとスキンケアして着替えてみたいな。あ、でも切り離しって何時だったっけ。多分そのぐらいからぼんやりは起きてたんだけど、ゴロゴロしてた。ちゃんと意識もちゃんと起きたのは45分か50分ぐらいだったかな。なんかアナウンスしてたと思うから、それで多分それが目覚ましになってくれたのね。ちょっとだって寝に入るときさ、お風呂上がって次の日村上さんにダン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 ってやられるかなってちょっと思ったもん。ほらさん、寝てる？起きて！あれ？暗証番号教えてきた。これはそう、ドッキリ。そう、このチーム、このチームおかしいんだよ。みんなそれぞれさ、部屋分かれててさ、自分で暗証番号入力して鍵かけるってシステムなんだけど、みんな暗証番号伝えてくるの。え、ほとんどみんなが小原さんの誕生日ですって言われて私が勝手に行き来できるシステムになっちゃった。本当にこの人何言ってんの。ちょっとここは無音です。ありますよね、無音でしょ。そうか、私じゃないですけど、知り合いの私じゃないかにしか先輩に来ました。すごい、晴れ女。すいません、雨降りそうな曇り女もいるから絶妙な天気になっちゃって、せめぎ合い。あなたって東京で見かけないもん、あんな大きな洋服の青山みたいにボンって私の地元にはよくある。いや、逆に目立ってるって アメリカンスタイルでナイスブルーがさらに極まってて自分で青を入れ直したんですって。マジックで、マジックでカラーバター、マジック。どんな原始的なやり方、ヘアマニキュアよりひどいすごい。車の助手席に座るのって実家の父か母の車以外ないから変な感じ。光栄ですわ。この前ラーメンを2日続けて食べる夢を見たんですよ。で、その話をアフレコ現場で休憩時間に話したら、何それってみんなでなって、でその場でラーメンを食べる夢ってなんか出てくるんじゃないって言われて、まさかって言って調べたら出てきて、なんだっけな、めっちゃ面白かった。なんか1日目はカウンターでなんか食べてたんですよ。ちょっとどこのラーメンっていうのは分からなくて食べてて、で2日目に見たのは一蘭でした。食べる夢ラーメンの夢は夢を見た人の人生そのものを象徴すると言われています。ラーメンを作る、作ってもらう、美味しいラーメンを食べる、さまざまなラーメンの夢の暗示を
紹介していきますっていう本命違って、どういうことですか。で私もどういうことと思って、でなんだっけ、ラーメンの夢が象徴するのはエネルギーや創造性らしいんですよ。満ちているエネルギーとかコミュニケーションとか創造性なんだって。でもな、面白いのがラーメン屋を探す夢は人間関係を模索してるとか、ラーメン屋に並ぶ夢はイライラしてるとか、そういろいろあって、ただ私が食べる夢だったから、あ、食べる夢は意味はエネルギーが満タンな状態らしいです。だからエネルギー満タンですでね、ラーメンをこぼす夢を見た人は何かを失うらしいんです。だから皆さん、夢にラーメンが出てきたらこぼさないように気をつけてください。で他の役者さんで、私はハンバーグが好きなんですって言うから、なんかハンバーグの夢調べた、ハンバーグもここここ気になった方は調べてみてください。きっとパフェを食べる夢とかいろいろあんのかなすごいエネルギーに満ち溢れた状態で私は出雲大社に行くんですね変な夢ありますよ。学生の時、中学校高校生ぐらいかなの時なんですけど、実家に自分の部屋があって、夢ですよ、夢で怖い夢で毎日同じ夢を見続けた時があったんですよ。7日間ぐらいで、正面にある扉になんか黒い影、某なんだろう、名探偵ホラーに出てくるあの黒い犯人あるじゃないですか、あんな感じのシルエットのなんか男か女もわからないような人がこう日を重ねるごとにどんどん入ってくるっていう、ちょっとホラーチックじゃないですか。やっぱ若干金締まりになってて、え怖いとかって思ってたら、いよいよ入ってくるなってドアノブに手がかかったぐらいのところまで来た夢を見た朝かな、私のベッドの横に出窓があって、そこでって鳴き声がして、カーテン開けたらちっちゃい黒猫がいて、ほんと生後1ヶ月半か2ヶ月ぐらいので、まあ後日その猫を飼うことになったんですけど、その子が現れてからその夢を見なくなったんです。だからなんか、ああ救ってくれたんだなと思って、今やもう小原家の中で一番偉いのはクーっていう黒猫さん、実家の猫でクーっていう名前の黒猫がいるんですけど、私がちょっと連日怖い夢を見続けたのを多分救ってくれたのはこの子なのかなと思って、大人になってからよく見るのは、なんかこの仕事をしてるとやっぱり心の波がすごいんですよ。忙しい時もあれば穏やかな時もあるから、心を常に一定に保つのがやっぱ難しくって、でそうすると私が学生時代にすごく嫌だった時の感覚が夢として現れるんですけど、本当によく見るのは定期テストの前日なんですよ、期末テストとかの。だけど提出物は全くやってない、勉強もゼロ、脳弁、さあ明日どうやって迎えるみたいな、提出物もやらなきゃいけない、でも勉強もしなきゃいけない、24時間もない、もう無理じゃんってなってる夢をなんか結構見る。あ、多分そういうことなんですかね。でもなんか起きて仕事行かなきゃってなって、でも切羽詰まった状態な時もあるんだけど、でもどっかマネージャーがいる目の前で言うのなんだけど、なんかなんだろうな、あ、なんとかなるなっていう精神をどっかちょっと持っとかないと、なんかパーンってなる気がする、なんか土壇場になった時にイベントとかで緊張しいとか言ってるんだけど、本当に緊張しいんだけど
出る本当に1分ぐらい前になると、あ、まあなんとかなるっしょっていう風に思ったりとかすると、途中からもうなんか楽しんでる自分がいて、でもその分やっぱ人前に出てる時とか仕事してる時はなんだろう、おうちモードじゃもちろんないから、終わった時にこうスイッチが切れるんでしょうね、全身に来る背中と肩痛いみたいになる、凝っちゃう。なんだろう、大沢事務所のオーディション、およそ本当ですかみたいなしますよ、ちょっとどっか人生かかってるもん、余裕に見えましたけど、いや相手がどういう人かもわかんないし、でもなんかそういう就職活動と本当一緒で、こいつを取りたいって思ってもらえるにはやっぱ個性を伝える必要があるじゃないですか。だけど緊張するから個性ってなかなか伝えるの難しいじゃないですか。で自己 PR とか志望動機とかみんななんか似たようなことになってしまうと思って、だからあんま固いこと言わなかった気がします。私何やったかまで覚えてないな。そう、一番最初の面接をしてくれたの、書類通って一番最初の面接をしてくださったのが今一緒にいる長嶋さんと、アニメでお世話になった江崎さんって方で、でもあんまお二人ともなんかすごい怖い面接官みたいな感じじゃなかったから、なんでうち入りたいのとか、なんか目指してる人いますかとか、じゃあなんか志望動機をどうぞみたいな、その先目的地付近ですかな。でもあんまり嘘つきたくなかったから、目指してる人いますかって聞かれた時にいないって確か言った。あのもちろんうちの事務所有名な方々がいっぱいいるのはもちろん存じてるんだけど、でもその人たちにはなれないから、お仕事していく中でなんか見つけていきたいみたいなことは言った。その時に長嶋さんが初めてうんってうなずいてくれてたな、思って分かんない。でもなんかこれよっしゃいけたぜっていう実感はなかったから、あーどうだったんだろうって思って帰ったの覚えてね。そんなことがあった7年ぐらいしたらこんなことしてますよ人生何があるか分かんないね。読み上げ可能な内容だ。おー、なんか喋った、 iPhone が喋った。だってもうさ、ちょっと愚痴っていい？この人さ、長嶋さん事務所で私のことなんて呼んでるか知ってます？あ、でもこれで言ったらみんな言うからやだそんな特殊な呼び方してます。言ってるじゃないですか。って呼ぶんですよ。あー、言ってる。ありがとうございます。深々頭下げ、やめてくださいとか、デスクの鈴木さんにふざけて、そういう感じになったのって言われたもん違う私嫌がってるのに。女優感を出してどこで声優さんとちょっと空気感が違うんですよ。いやいや、それってなんかお高く止まってるってことですか？違います。あ、ついたよ。ありがとうございます。来ました。どこまで使われるのでしょう